はい、皆さんこんばんは、岩瀬マスターの大地です。今回の動画なんですけど、まあこれまでね、90点に外れるしかない方法とか、まあそういう攻略法の動画で、まあ必ずと言っていいほど言ってきたことなんだけど、今回はこの90点でのフリーについて徹底的に話していこうと思います。いや、まあほんとね、風俗を攻略するにおいて、フリーはダメだよとか、二人を引きたいなら指名をしましょうとかね、これまでほんと散々言ってきたと思っちゃう。まあこれはなんでかっていうと、フリーを選ぶと、ほぼほぼ不人気状と遊ぶことになるよね。俺は風俗店員時代で働いてた時に実際にやってたことなんだけど、他店で大体どのレベルの女の子を雇ってるのか、これを調査するっていう業務があったんよ。その調査方法としてフリーで遊べって言われるぐらい、この業界ではフリーイコール外れ状なんよね。やって、今空いてる5分の4ぐらいが良さそうな女の子だからとか、俺新規だからいい子をつけてフィーターにしたいだろうからとか、フリーバリとかあるし、どうせなら安く遊びたいなとか、そんな考えでフリーとかで遊んだら、マジで痛い目見るんで、まあ今回は、なぜフリーでは外れ状がつくのか、フリー客が入った時のお店側の心理、まあいわゆるフリーが入った時、お店側はどういうという考えがあって、どの女の子をつけようかってなってるのか、それとフリーでアテンションがつくパターンなど、これからフリーについて徹底的に話していきますんで、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またね、全国のアテンションだけを集めた全国アテンションリストというのをね、こちらの公式サイトにて公開してますんで、ぜひ公式サイトの方もよろしくお願いします。それでは早速本編行ってみよう。はい、それではね、なんでフリーでは外れ状がつくのかっていうところなんやけど、これは前回の動画、なぜお店が外れ状を雇ってるのかっていうところに繋がってくるんやけど、まあこれはね、前回の動画でお話ししてるんで、まあ簡単に説明すると、まあ風俗店は女の子がいないとビジネスとして成立しないよね。営業日に女の子がいませんとか、午前中だけいませんとかなったら、もうその日その時間、お店として営業ができないわけよ。で、女の子も年中無休で一日中働かせるわけにもいかないし、女の子の日があったり、で、3日だけの出勤の女の子がいたりとかね、休業とか金欠とか、まあそういう限定した日だけ出勤するとかね、それにこの業界入れ替わりも激しいし、お店としてしっかり営業していくために、多くの女の子が必要になるよね。まあ、こうなったら、だいたい30人から40人ぐらい欲しくなってくるんだけど、この30人、40人を、ルックス、スタイル、サービス1個で集めるのって結構難しいんよ。でもこんなこと言うと、キャッチ頑張って最低でもルックス、スタイル1個でも集めるよ。って思う人いると思うけど、ぶっちゃけ客引きもそうやけど、風俗に女の子を勧誘するキャッチってあれ本当はダメなんよね。まあ漫画とか映画とかになってたりするけど、あれ本当はダメなんよ。だって真っ当に女の子を募集しようと思ったら、ホームページとかの求人だけ集めないかんわけよね。だってルックススタイルが微妙だったとしても、やっぱり営業していかない関係、こういった子でも採用せないかんわけよね。まあ他にもいろいろ理由はあるんだけど、まあそれに関しては、もう前回のこの動画を見てもらえればわかると思う。で、派生所を採用したからには、当然その女の子にもお客さんをつけないといけないわけよね。で、もちろんお客さんは、そういう派生所を選びたくない。けど、不人気だから、なかなかお客さんもつきづらい。かといって無理くりつけるわけにもいかないし、はっきりな嘘をつくわけにもいかない。で、その外れ所にお客さんをつける絶好のチャンスっていうのが、このフリーなわけよ。まあ今更やけど、このフリーって何なのか。まあこれは写真、ネット、本紙面、こういうことをせずに、女の子をお店側が選ぶ遊び方よね。まあメリットとして、指名料がかからない。まあ大体1000円ぐらい。あとは待ち時間が少ない。まあ確かに、これで当たりが来たら、安くて早く遊べて、一番いいんやけど、実際そんな都合のいいことってめったに大きいわけよね。まあさっき話したことないんやけど、お店側は多くの在籍が必要になるから、そのために極力女の子には長く在籍してほしいよね。で、お店側も女の子を辞めさせないように、一生懸命いろいろ頑張ってんだけど、辞める一つの理由として、お金を稼げないっていうのがあるんよね。風俗で働いてお金を稼げないって何って思うと思うんだけど、風俗業界のあの女の子って高時給と思うけど、実は不買制なんよね。お客さんがつかないと給料発生しないわけよ。で、そういうのを踏まえた上で、じゃあお店側視点でフリー客が来るお店側のメリットって何なのか。これは来る女の子をお店側が選べるってこと。つまりお店都合で女の子を決めれるわけで、決してランダムではないってことね。今入ったフリーのお客さんをどの女の子につけることができたらお店側にとって一番得なのか、こういうのをしっかり考えて女の子を決めてるわけよね。フリー客が入った時、お店側はどういう思考でどの女の子をつけていくのかを一緒に考えていきましょう。はい、これからね、あなたはお店側の人になったつもりで考えてみてください。あなたのお店は60分2万円のお店で、現在10人の女の子が出勤してます。で、今2人だけ接客してるとすると、この60分の売り上げは4万円、まあ、こんな感じの稼働状況になるよね。で、お店側の理想の状態っていうのは、他に空いてる女の子8人にもお客さんをつけて、この60分 10×2 万円の20万円の売り上げをつけたいわけよ。で、この時フリーが入ったら、基本的にこの C から J の女の子をつけることになるよね。じゃあこの稼働状況で ABC が当たり、 DES が普通、 D から J が外れ状としたら、あなたは今来たフリーのお客さんをどの女の子につけますか。それを考えてほしい。まあそのお客さんの満足度を考えると、 G の値上をつけることになると思うけど、実際お店側は大体 G から J の外れ上をつけます。ただなぜ C の値上をつけないのか、これは大きく3つの理由があって、1つは人気があるからこの後予約が入る可能性が高い。まあ人気あるけ、ここでフリーをつけなくてもお客さんつく可能性高いし、逆にフリーをつけた直後に本指名のお客さんが来て、まあ本指名だったらね、指名料が上乗せになったりするから、このお客さんをつけてあげたいし、本指名のお客さんはこの子目当てで来てるから、この子がいないなら今日辞めるわって、そのお客さんを逃がしてしまう可能性があるよね。
で、二つ目は、写真ネットで決まりやすい。例えばネットでも、人気ナンバー3とか、新規で来たお客さんにも、めちゃくちゃ人気なんですとか、めちゃくちゃ可愛い子なんですとか、スタイル抜群なんですよみたいな。こうやって強く売り込めるけど、女の子を見て選びたいっていう人にも、ここで決まりやすいんよね。そして三つ目。既にその日、この子はもう接客している。もしくはその後予約が入っている。風俗上は倍制やけ。まだ給料が発生していない子に接客させて給料発生させてあげる必要があるよね。やけん、どっちかっていうと、その後予約がない子、これまで接客していない子、そういう子を優先的につけてあげる必要があるよね。ないと人気ない子とか、マジで8時間ぐらい出勤してても、お客さんつけることができなくて、給料渡さずに返してしまうこととかね、多々あるんよ。これを回避させるために、やっぱりここは優先的につける必要があるよね。この3つの理由で G の値以上にわざわざフリー客をつける必要がないんよね。特に G から J に外れ値をつける理由はフリーじゃないとなかなかお客さんをつけれない。この日このフリーを逃すと接客せず給料が発生しないままこの女の子を返す可能性がある。で、これが理由で辞める可能性があるよね。で、人気がない子からするとこのフリーがマジでチャンスない。で、そのフリーのお客さんから今後本指名に繋がったりとかサービス力上げてね、リピーターを増やしたりとかね、もうそういうことにも繋がってくるけ、やっぱり極力フリーをつけてあげる必要があるんよ。フリーで当たり状がつくことは全くないのか、言われると全くないわけではない。まあ当たり状をつけるパターンで言うと、まあ一つ目は相手の女の子が当たり状しかいない。わざわざ待ち時間を作ってね、お客さんを逃すぐらいなら今空いてる当たり状をつけるよね。二つ目、この当たり状は予約もなく接客もない。このままだったらもしかしたら給料発生せずにこの当たり状を返すことになる。まあそういう時はこの女の子にもフリーをつける可能性はあります。当然、でも売り上げがある子、人気がある子とかってなると、まあ、やっぱりより辞めてほしくないから、フリーでも優先的につけるよね。で、3つ目、ビジュアル抜群の期待の新人の女の子が入ってる。例えば面接試験でルックススタイル抜群で相手はあって人気出そうだなっていう女の子、今後ランキング上位に入ってくるだろうなみたいな、そういう女の子入ってきた時はまだ入りたてはね、自分のお客さんもいないし、今後ファンをつけていく必要があるから、フリーをたくさんつけてファンを作るっていう目的と、まあ、ここでしっかり稼がしてねお店に残ってもらうっていう、まあ、そういう理由があるけど、こういうケースの場合はフリーでも当たり状をつけることになるけど、人気上だけ接客してないとか、まあ、そういうことでやっぱ稀なんで、フリーで遊ぶイコール1000円ぐらい安く遊べて当たり状が来ると思った方がマジでいいと思う。まああと一応ね、フリーで当たり状がつくパターンとして、まあこれは店舗型限定になるけど、まあ店頭での客引きだったり新見学の時にね、店員さんが本気で売り込んできた時、もうフリーでこの人気状をつけますとか、うちの看板状をつけますとか、まあ、そんな感じでね強く売ってくる時あるんよね。まあこういう時っていうのは、この日お客さんが少ない時とか売り上げ的にやべえってなった時に、絶対このお客さんを捕まえる、そういう時あるよね。まあそういう時は指名料なしでこの人気状がつきます。まあでもこれは実際厳密に言うと、これはもうフリーではないよね。実質指名料なしで指名してますみたいな感じだもんね。お店側がその子を選んで女の子にはフリーでつけましたっていう感じでね、まあちょっといろいろあるんだけどね、まあこれの詳細に関してはここの風俗攻略動画店舗編にねそこで話してるんで、ぜひこちらの動画の方もよろしくお願いします。ちなみに冒頭で話した新客にはこの店のリピーターになってもらいたいからいい子をつけてもらえるだろうとか、自分は常連だからフリーでもいい子をつけてくれるだろうとか、今空いてる女の子たちのうち5分の4は良さそうな女の子だからいい子がつくだろうとか、まあこういうのはね、俺も店員として働く前によく思ってたけど、それはマジでない。もう車と一緒だろう、危ねえ。もう根本的な話なんやけど、風俗業界他の業界ってもう全然違うんでね。他の業界だったらいい商品とか美味しい料理とかを提供してお店のファンになってもらうっていうのがあったりするけど、まあもちろんお店のコンセプトとか雰囲気とか接客、女の子の採用レベルとかね、まあ、もちろんお店のファンを作るっていうのも大事なんだけど、他の業界のお店と違って、まあイメージで言うとお店の売り上げを作るのはお店っていうより女の子なんよね。いわゆる女の子は個人事業主で、お店はその女の子を売り出す広告代理店みたいな、そんな感じなんよ。で、プラスアルファ女の子のケアだったりとか広告売ったり、あの掃除とか、まあ、そういうアフターケアね、まあ、そういうのはあるけど、基本的に売り上げっていうのはやっぱり女の子が作るもんなんよね。だからお店に外れ状が多くてお店のファンが少なかったとしても、いい子にはリピーターのお客さんもつくし、いい女の子が何人かおればそれで売り上げは成り立つんよ。初めてこのお店に遊びに来てフリーで外れ状を選んだお客さんからしたら、この店を悪い店だってなると思うけど、逆に指名していい女の子を選べたお客さんは、この店なんていい店だってなるわけよね。でそのお客さんまたその子を指名する、こういうお客さんが増えたらフリーをつけなくても予約が埋まる。本当に人気上は直近情報を上げるとすぐに予約が埋まるし、仮にもしこの当たり状だけにフリーを当て続けたら、もう女の子の出勤時間にも限界があるけ、その子の予約を取れなかったお客さんを逃すことになるんよ。その日の出品10人とかおったとしても、接客してるのは常に2人だけとかになるやん。さっき話したように店側の理想としては10人出品してるなら10人埋まっててほしいよね。まあそれがその日の売り上げのマックスってことやけんね。って考えたら、 B が入ったら人気上につけるよりも、普段なかなかお客さんつけれない女の子につけてあげた方がお店としても女の子としても得策なわけ。もちろんお店のファンを作ることも大事だけど、あくまでもリピーターを作るのは女の子なわけだから、お店はしっかり集客してバランスよく女の子をつけて理想的な稼働状態に近づける。そして女の子はしっかりサービスをしてお客さんをつかむ。これが風俗業界の考え方なんよね。けどまあ基本的にフリーで
人気賞をつけることは滅多にないんで、指名料を蹴散らずに、しっかり女の子を選んで指名しましょう。ということで、今回の動画でね、フリーでは基本的に人気がない子が付くこと、フリーが入った時のお店側の心理が分かったと思います。まあ、そんな感じに、お店にはしっかり考えがあって、お客さんに選択肢を与えて、様々なテクニックで、外れ情報を誘導します。けど皆さん、安心してください。こちらに選択肢がある以上、外れ情報を回避し、当たり情報を選ぶ方法はあります。今後の風俗に関する攻略法や、過去にも動画を上げてるんで、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。他にもね、こんな方法あるよとか、僕に対する質問だったりね、あとこんな経験したとか、ぜひもう掲示板のようにね、コメントの方もよろしくお願いします。あと毎週土曜日の22時から24時頃まで、元風俗店であるこの私が全国の当たり情報を調査して当たり情報を暴露していく生配信をね、このチャンネルでやってるんで、ぜひ気軽に遊びに来てください。そしてこれまで調査してきた当たり情報、また配信外でもね、当たり情報の方を調査して、現時点で5000名近くの当たり情報のリストをこちらの公式サイトにて公開中です。このリストが好評で、おかげでいろんな当たり情報たちと遊んでますとか、まあ、そういう嬉しい問い合わせもたくさんもらってるんで、ぜひ利用してみてください。それではまたお会いしましょう。よろしくお願いします。ナイスでした。じゃあね。You're like bitch